はいどうも、メダカッキーです。皆さんこの画像を覚えてらっしゃるでしょうか。もう3ヶ月ぐらい前の動画になるんですけど、3月の29日かな、はい、三色ラメのリアルロングフィンを作るよという動画です。はい、ちょうどこの頃僕は引っ越しをしてましたっていう話をしてて、この子たちをミックスに入れてたらすごくね仲良く一緒にいるので、この子たちから撮りますと、はい、もう夢の配合ではあるけど、この子たちから撮って三色ラメのリアルロングフィンを作ってみせます、任せてくださいみたいな。そこまで言ってないですね。そこまで言ってないです。言ってない、はい、今思い出しましたけど、ちょっと持って言いましたけどね、はい、この子たちから三色ラメを作るのは難しいんだけどやってみせますみたいな、はい、話をしたのかなと思います。もう3ヶ月も前なんだなと思いながら、そんなに経つのかと思いますけどね、はい、でまあ F1 の子たちが、まあ、ある程度大きくなったので、まあ、ここで動画にしとこうかなと思ってですね、はい、まあ、この時期にね F1 の段階で動画にするわけなんで、結構ね自信があるわけですよ、はい、もうこれはと、はい、ここまで行ってたら結構いいとこ行けるんじゃないのかっていうですね、はい、僕の中で予想が立ちましたので、今回ね動画に、はい、しようと思いました。それでは見てください。はい、茶色。もうそんななるわけないんですよ F1 でね。もう思ってた通りの結果ですよ。はい、茶色いメダカさんがいっぱい生まれたよというね、はい、もうそれだけの動画ですよ。はい、ちゃんとですねリアルロングフィンにはなってます。優勢だからね 50% でリアルになるよと。 50% 以上いるんじゃないのかなと思うんですけど、ざっとすくいましたけどね、ざっとすくって 50% 以上リアルになってるんじゃないのかなと思います。もう頭の形、体の形、ヒレの開き方が悪いとかいうのはもうなしにしてください。はい、で思った通り茶色でラメが入ってるメダカさんになりました。この子たちをどうにか三色ラメにしたいということなんですけど、まあその時ですね、こういう感じで三色ラメのリアルロングフィンにしたいっていうのを言ったと思います。パターン1がですね、この子たちをそのまま類代して、もう類代して三色ラメまで持っていくっていうね、一番苦行ですよ一番険しい道だと思いますけど、がパターン1で、パターンの2が、この子たちに親世代の血統、まあ三色ラメですねをかけるというのがパターン2で、パターン3がめちゃくちゃ F1 を取りまくって、その中から奇跡の1匹を探すと、はい、僕の中で一番やってはいけない、類代掛け合わせの仕方なんですけど、もうそういうのをするともうね飼育場が崩壊しちゃうよって話なんですけど、まあパターン2が一番妥当なのかなと思うんですけど、パターン2でするとそんな面白くないでしょ皆さんね、はい、パターン1で三色になるのを見たいじゃないですか。僕もそれでなるんだったらそれが一番ですね、メダカキすげーって言われそうな気がするんで、それでやりたいんですけど、なかなか難しいっすよね。なかなか、まあ結構な茶色ですよ皆さんもうちょっとねオレンジに寄ってくれてる子がいるんだったらよかったんですけど、思った通りの茶色になってますね。あのメスのリアルロングフィンの子はまあ楊貴妃
とかですね、皇帝なんかのリアルロングフィンだったんだなと思います。はい。でこの F1 なんですけど、だいたいああいう三色ラメとか三色系のメダカをかけて F1 でダメな F1 が取れるときって、ちょっとねうっすら墨っていうかブチみたいなのがうっすら入った子たちが出てくるんですよ。今見てもらってる子たちの中でもうっすらなんかね茶色が入ってる子たちがいるんですけど、この子たちを使ったらいけるんじゃないのかと、なかなかいけないんですよね。はい。頑張ったらね赤縁ぐらいまで行くんですよ。で赤縁まで行くんだったらね、赤と黒があるわけでしょ、あと白持ってくるだけだからいけそうって話なんですけど、赤縁っすね、綺麗な赤縁にならないんですよね。なんとなく縁が入っててなんとなく赤が曇ってるみたいな体色になることが多いんで、すごく難しいですね。はい。意外とね縁の綺麗な魚って難しいんですよ。三色ラメとかから綺麗な縁が出てくるんですけど、じゃあその縁を縁でずっと類題するとって縁が薄くなるんですよね。縁の部分がなんて言うんですかね、ぼやっとなって全体的に茶色っぽくなる魚がいます。これちょっとね角度を変えて、はい、こうやって見るとね、なんとなく頭が赤くなってそうで、ちょっと透明輪性があるようなメダカさんもいるんですけど、これは結構茶色になるのかなと思いますけど、まあやるしかないんでこのままやります。この中からそうですね、オスに使うメダカさんはまだちょっと私有判別ができないんで何とも言えないんですけど、オスはなるべく三色になってる、ならないっすけどねなってないですけど、三色っぽいメダカさんをオスは使います。で、メスはこの中から白縁に寄ってるようなものがいるのであれば今のとこいないですけどね、はい、するといけるんじゃないのかなと。 F2 ではいけないですよ、はい。まあ、そもそもですねこう改良のセオリーとして、これいろんなブリーダーさんとかメダカ屋さんが言われてるんですけど、まあブリーダーさん、腕があるブリーダーさんとかメダカ屋さんってだいたいこうなるなーって、もうだいたいこうなるなっていうかこうなるって分かって掛け合わせてるんですよね。はい。とかこういう風にしたいなっていう風にしてやるんですけど、 F1 である程度自分の思ったところに持っていけるわけですよ。持っていけるんですけど、なんとなくこうなるなっていうのは仮説で立てるんですけど、それ以上行く時があるんですよね。これ F1 で行ったんじゃねえみたいな、これもう F1 でこれ行って次の F2 で行けるんじゃねえってなる時があるらしいんですけど、まあそんな甘くないっていう話なんですけど、結構 F1 でこれ行けたんじゃねえって思う瞬間あるよねっていう、こうメダカあるあるらしいんですけどね。はい、チョモさんが言ってましたね。はい、チョモさんがね、これいけたんじゃねってありますよねって、そうですよねありますよねって、ならないっすね次っていうあるあるなんですけどね。はい、あチョモさんがね息子さんとね、はい、ステーキ食べてましたねこの時はあの Q プレイの後にすっごい僕遊び疲れて、途中でねいきなりステーキじゃなくてやっぱりステーキってあるんですよ。でやっぱりステーキ差がないんで、おー飯塚あるじゃんと思ってやっぱりステーキに寄ったら、はい、チョモさん親子がいたっていうね、はい、まあそれ言いたかっただけなんですけど、今日は三色ラメのリアルロングフィンを作りたいその2ということで、かなり厳しい戦いになるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ楽しみながらですね、やっていこうかなと思っております。それではメダカッキーでした。バイバイ。